俺んとこ来ないか。歴史さんの間です。今回は江戸時代のナンパについて調べたことをお話していきます。皆さんはナンパをしたりあるいはされた経験ってありますかね。ナンパをして女性にゴキブリを見るような目で見られた経験、誰だってありますよね。そこでふと思ったわけです。江戸時代ではどんなナンパをしていたんだろう。そこで調べてみると、面白いナンパ方法からナンパ後のデートスポットや合体スポットなど面白い話がわんさくありました。今回はそんな江戸時代のナンパ文化や歴史について調べたことをお話して、最後に私が昔学生時代リアルに成功確率 80% を誇ったナンパ方法を紹介します。それでは最後までお楽しみください。お尻を狙え、エースを狙え、ならぬ江戸時代ではお尻を狙うのが最初の一歩だったんです。これ別にみんな安産型ヒップが好きだったとかそういう話ではなくて、ナンパで引っ掛けたい相手のお尻をなんとつねるんです。いやいや、ただの痴漢じゃねえかってツッコミを入れたくなりますが、ほんとそうですよね。でも江戸時代はそれがナンパとして成立していたんですよ。すごい文化ですよね。この話を調べて知った時にちょっと思ったことがあるんです。浮世絵を確立させた菱川モノドムの見返り美人ってあるじゃないですか。あれもしかしたらナンパする時の様子を描いたんじゃないかって思うんですよね。だってもし江戸時代のナンパがいきなり後ろからお尻をつねるだけだった場合、当然相手の顔が見えないんです。つまりいきなりお尻をつねって相手が振り返った時、その人の顔がなんというかもう結構パンチが効いていたらねえ、そうならないためにまずは声をかけて相手を振り返させて顔を確認してからお尻をつねっていたんじゃないでしょうか。ここら辺詳しい方いたらぜひコメント欄で教えてください。ぜひね、明日から街で可愛い子を見かけたらお尻をつねりましょう。なんか言われたら、いやいやこれ江戸時代からある歴史あるナンパ方法なんだよと釈明してください。捕まりますけど。ラブレターもあった。そしてもう一つのナンパが恋文、いわゆるラブレターというやつです。なんだよ定番のもあるじゃんって思うじゃないですか。でもちょっと今と違っていて、靴箱とか机の中じゃないんです。恋文を着物の袖のところにスッと入れるんです。なんか粋ですよね。でもこれ成功確率はお尻をつねるよりも低かった可能性があるんです。もし私たちがラブレターを出すとすると、当然連絡先を書きますよね。そうすることで相手から電話なり LINE なりが届くのを待てるじゃないですか。ですが江戸時代に電話や LINE なんてものは当然ないので、待ち合わせ先を書くことになるわけですけど、これ結構手間なんです。自分の家の住所でも書いとけばいいんではって思う人もいるかもしれませんが、恋文を送った相手が一人ならまあいいと思います。でもですね、ナンパの必勝法って数打ちゃ当たるなんですよ。これはどの時代でも変わらないですから、もし複数の人に自分の住所を書いた恋文を渡した場合、ブッキングしちゃう可能性があるんです。ナンパした相手がたくさん家に来たら、なんかめちゃくちゃ怖いですよね。まあ一人も来ないっていうのも悲しいですけど。江戸時代のナンパスポット。江戸時代のナンパスポットというと、現代のナンパスポットというと、東京だと八甲前なんかを思い浮かべるかと思います。大阪だと道頓堀がめちゃくちゃ有名ですよね。これ実は共通している点が2つあるんです。何かというと、まずは待ち合わせとして利用されることが多いという点です。つまり、誰かを待っていて時間のある人が集まる場所ってわけなんです。もう一つは有名な観光スポットという点です。八甲前は当然として、道頓堀も目の前にグリコの看板がありますからね。観光客は大体あれと同じポーズで写真を撮る。これらの2点、つまり時間を潰したい人が集まる分かりやすい場所で、それも地方から来た右も左も分からない人が多い場所なので、ナンパスポットとして最適なんですよ。そんな場所は当然江戸時代にもありました。それがなんと神社仏閣なんですよ。神様とか仏様の前でナンパするなんてバチ当たりですよね。当時は旅行をするといったら神社とか仏閣を見物するという流れが当たり前でした。よくよく考えてみると、神社仏閣って建物としての見た目も特殊ですし、お寺なら仏像といった美術品があります。お祭りというイベントもあるので、実は抜群の当時の観光スポットだったんです。銭湯でナンパやデート、結構衝撃的な話ですけど、なんと銭湯でのナンパも珍しくなかったんですよ。以前に江戸時代の風習について動画を出しましたが、江戸時代の銭湯は混浴、つまりすっぽんぽんの状態でナンパをしていたわけです。いやもうこれナンパとかそういう次元じゃないですよね。ナンパってある意味そういうシチュエーションにサクッとなっちゃいたいからやるって人がほとんどかと思います。だからお互いがすでにもう裸の状態でナンパをするって、それも目的の8割を達成してるんですよ。あと銭湯でデートというのも当時はありだったみたいです。まあ銭湯でナンパするよりもある意味では正当な感じがしますが、彼女の裸を他の男性に見られるとかすごい嫌ですよね。そう考えると今現在の方が清いナンパだと思います。
ラブホテルがあった。ナンパをする人たちのパターンを見てみると、まずは女性に声をかけて食事に誘ったり連絡先を聞きます。お食事デートに成功したら 2,3 時間だけ利用できる特殊なホテルへ休憩を名目に入り、そして合体して目的達成って感じですよね。実はこれ江戸時代でも同じ流れだったと言われています。いやいや、さすがに江戸時代にラブホテルなんてないでしょうって思うじゃないですか。ラブホテルの歴史は江戸時代から始まったんです。ラブホテルの元祖ともいえるその施設の名前は出会い茶屋と言います。茶屋なんてカフェを想像しますが、なんとお茶飲みスペースの奥に合体できる部屋があったんです。ラブホテルの元祖が出会い茶屋ということはですよ、ナンパにおける定番の挨拶、ヘイ彼女、俺とお茶しないって、もしかしたら江戸時代にはすでに存在していて、意味が今とかなり違っていたのかもしれません。出会い茶屋以降の歴史、出会い茶屋がラブホテルの元祖って言ったんですが、実はいきなりラブホテルになったわけではないんです。明治に入ると軍人が芸妓さんを入れて接待する待合というものに変化して、それを一般の人も利用するようになっていたんです。でも第二次世界大戦で敗北をすると一旦はなくなりました。そもそも焼け野原状態ですからね。ですが人間の欲望はそんなことではめげないんです。あと今のラブホテルにかなり近い形の宿屋が誕生したんです。連れ込み宿というんですが、もちろん今みたいな綺麗な建物ではないですし、最初はシャワーはもちろんお風呂やトイレもなかったそうです。戦後しばらく経って経済に余裕が出てきた頃にお風呂やトイレがつくようになりました。ここまで来るともうかなりラブホテルに近い状態です。以前にもお話したんですが、遊郭って港町に多いんですが、こういう宿もやっぱり港町が多かったんです。ですのでラブホテルが多くある場所というのはかつては海だったりして、そして昔からそういう商売が盛んだったんですよ。ラブホテル一つとっても歴史があるんですから、そう考えると面白いですよね。江戸時代の方がナンパは盛んだった説、今現在でもナンパってありますけど、江戸時代の方がナンパは盛んだった可能性があります。その理由の一つが何と言っても予売があるからです。予売っていきなりやるもんじゃなくて、事前に今日予売行っていいって確認するんですよ。これ見方によってはナンパに近いものがありますよね。ナンパよりも直接的ですが目的は同じです。予売は特に田舎で盛んだったんですが、江戸のような都会になると逆にほぼなかったんですよ。ですのでナンパというのはある意味では予売の代わりに生まれた文化とも言えるわけです。そしてナンパが今よりも盛んだったと思われる最大の理由が江戸の男女比にあります。なんと江戸って人口の6割は男性だったと言われているんです。江戸に住む人間のほとんどは田舎から職を求めてやってきた人たちだったんですけど、女性の場合は田舎暮らしでも結婚というゴールがあるんで、わざわざ田舎を出て江戸に住む必要はなかったんですが、男性はそうはいきません。長男であれば家督を継げますが、次男三男はできなかったんですよ。なので江戸に出る必要があったわけですが、結果的に江戸における男性の割合が増えていき、ナンパでもしないと相手を見つけられなかった可能性があるんです。薬難はあったのか。ナンパって男性がめちゃくちゃ頑張って声をかけるものってイメージですけど、世の中には逆難というものが存在するんです。羨ましい。正直今の時代ではあんまり見かけないですよね。逆難なんて都市伝説だろうって思う人も多いですけど、なんと江戸時代には逆難って現実にあったんです。最初にナンパの方法を紹介しましたよね。それを思い出してほしいんですが、お尻をつねる方じゃないです。そう、恋文なんです。相手への思いを綴った恋文をこっそりと相手の袖にスッと入れたりしていたわけなんです。逆難の場合成功率はかなり高かったと思われます。先ほど話したように江戸は男性の比率が高かったんです。ですのでチャンスを逃さないためにも逆難されたら会うって人が多かったんではないかと言われています。いつの時代もみんな結婚するために必死だったんでしょうね。リアルに成功するナンパ法、今回は教訓ではなく成功確率 80% を誇ったナンパ方法を紹介します。場所は定番ナンパスポット、海で使える技なんですが、普通に声をかけても大体断られますよね。そこで仲間たちと相談して考えついたのが、海の家の店員をまず演じるんですよ。メニューに書かれたポップを用意して海に行き、最初飲み物いかがですか、こうやって声をかけます。すると大抵いらないですになりますよね。ここからがポイント。じゃあ無料でいいですよ、こうやって言うんですよ。そして注文されたドリンクを用意しておいたクーラーボックス、これもドリンク満杯に用意していたところから友人に持ってきてもらえば、はい、これで一緒に飲めるという流れなんです。これはねマジで成功確率高かったんで、ぜひね今年の夏やってみてください。なんかね話していて学生時代の自分どこに頭働かせてんだよって感じがしてちょっと恥ずかしいです。私まあは YouTuber さんのためのオンラインサロンをしています。歴史サロンというチャンネル以外にも学識サロンという登録者40万人超えの YouTube チャンネルを運営して
していて、そのサロンで YouTube のノウハウを共有しています。 YouTube は本当に難しくて、最初は動画の作り方が全くわからない、やっと作れても誰にも見られない、こんなことが当たり前です。実際私も YouTube 始めた時は同じように苦しみました。実は YouTube には明確なコツがあります。それに気づけないで運営していたら、1年経っても登録者1000人達成できないことが現実です。このサロンには私が2年以上かけて学んだ YouTube で成果を出すためのノウハウを全てさらけ出していて、登録者1000人達成した人もどんどん増えています。本気でね、 YouTube 頑張りたいという方のみお待ちしております。ではまた、さよなら、さよなら、さよなら。